こんにちは、ミシトラのジャパンのトロシーと申します。今日はスペシャルゲストをお呼びしました。どうもこんにちは、韓国生活6年目の若菜と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回の動画でリアルレビューの動画を見たんですけれども、すごく役に立ちました。よかったです。ありがとうございます。私もスタッフ3名の方が商品を紹介している動画とても楽しく見ました。よかった、はい、まだ見てなかった方はこちらのリンクちょっとクリックして確認してくださいね。では早速今日のテーマについてちょっとお話したいと思うんですけれども、日本と韓国にビューティー用語がちょっと違うなと思った経験とかありますか？なんか結構多いなと感じてて、今日もいろんな単語を紹介できるんじゃないかなと思います。あー楽しみですね、はい、では最後までご覧くださいね。レッツゴー。クレンジングオイル、確かに英語なので、結構日本と韓国と一緒だと思うんですけれども、化粧を落とす時にどんな商品をよく使うんですか？日本は結構このクレンジングオイルタイプのものを使うんですけど、クレンジングオイルで全部アイメイクとか口も全部落とす方が多いイメージです。韓国も人によってちょっと違うと思うんですけれども、バームのタイプも結構早かったと思うんですけれども、日本はどうですかね？日本も最近はバームタイプが発売されてるんですけど、結構よく使うのはオイルタイプとジェルタイプが多いかなと思います。洗顔フォーム違う、やっぱ違う。全然違う。そういえば私が日本にいた時に友達と一緒に旅行行った時があるんですよ。その時に私が友達にクレンザーあるっていうことで聞いたら、クレンジングオイルを渡したんですよ、で私はクレンザーあるっていう意味は、フォームクレンザーとか洗顔剤とかあるっていうことだったんですけれども、友達はそういう意味で聞き取れて、これはちょっと違うなと思ったんですね。クレンジングっていうと結構メイク落としが思いつくかなと思います。確かに韓国は普通の洗顔剤だと思うんですけれども、これもやっぱ違うんですね。違いますね。これ分かります？はい。さあ、では化粧水、結構違う、日本では化粧水とも言うんですけど、たまにローションっていう使い方もする方がいるって聞きました。ローション、韓国でローションっていうイメージは、トナよりもっととろみがある商品、クリームよりはちょっと水っぽいなものを、ローションって言うんですけれども、っていうことでちょっとテクスチャーが似てる商品を持ってきました、こんな感じ、結構クリームよりは水っぽい、あとアイジェルもこんな感じ、日本だったらこういうテクスチャーの商品を乳液って言ったりしますね。美容液、多分韓国はエッセンス、あとセラム、アンプルとかをよく言ったりとかするんですけれども、日本はどうですか、ね、日本は美容液とかセラムってよく言ったりしますね。でエッセンスとセラム、アンプル、この違い点はテクスチャーによって名前がつけるんですけれども、一番水っぽいなものがエッセンス、あと一番とろみがあるものをアンプルって言うんですね。エッセンスっていうテクスチャーに似てるものがこちらのブルードロップ、さっき水っぽいって言った感じで、こんな感じ、一番水っぽいなものになりまして、あとセラムと似てるテクスチャーはビタミンドロップのこんな感じの、さっきよりはとろみが結構あるっていうものをエッセンスって言うんですね。一番とろみがあるものをアンプルって言うんですけれども、こんな感じで、さっきよりはとろみがあるっていう感じがしますね。こんな感じですね。一番とろみがある商品ですね。そうですね。あと会社ブランドによってこの名前をつけるのが様々違うので、成分の濃度が高くなったりとかしたら、アンプルって言ったりとかするんですね。濃度によっても結構分けたりとかするので、これも参考として確認してくださいね。はい、参考にしてみます。ということで最後、
クリーム。一緒一緒。ちょっと確認してくださいね。はい、結構保湿されそうなテクスチャーです。こちらもちょっと確認してみますね。うん、ほら、すごい。青い。珍しいですね。こんな感じの。これは爽やかな爽やかな感じ。こちらも確認してみますね。すごい。なんかプリンみたい。プルプル。見れるかな。プルプル。本当にこれテクスチャーが面白いんですよ。すごい。撮ってみる。はい、ちょっとすごい、すごい面白い。かわいいな。すごい。初めてです。あ、本当ですか。新感覚。すごい。あ、でも伸ばしてったら普通にクリームみたいな。すごい面白い。本当にちょっとだけの量でも伸びるんですよね。伸びる。で、クリームっていろんな種類あるんじゃないですか。で、韓国は水分クリーム、あと保湿クリーム、あと鎮静クリーム、いろんな種類があるんですけれども、日本はどうですかね。日本は結構美白クリームだったり、あとはテクスチャーが軽めのジェルクリームとか、まあ、保湿も使ってる方は多いイメージです。日本は美白のクリームが一番人気っていうことだったら、韓国は水分と保湿クリームがよく、人気があるイメージが強いですね。はい、ということで今日は日本と韓国の美容用語についてお話ししたんですけれども、どうでしたか。なんか結構言葉の違いとかがあったり、でも同じものもあったりして本当に面白かったです。なんかテクスチャーとかによってもこう呼び方が違うのとかも知れてよかったなと思います。それでは今日の動画が面白かったり、特に面白かったポイントとかがありましたらコメント残してくださいね。あとグッドボタンも忘れないでね。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。